はい、コナンです。ガーディアンコーデックスやっていきたいと思います。このゲームはね、スクエアエニックスが先週、ついこの間11月4日リリースした新作スマートフォン向けのロールプレイングゲームになります。 iOS、Android。 さあ、ムーンデッド砂漠の砂嵐の難所のボス、こちらやっていきたいと思います。マルチプレイです。このゲームはね、マルチプレイで、まあ、最大4人で敵をね、パーティー組んで倒していくっていうことができます。なので、まあ正直自分弱くても周りのパーティーの人が強ければ、なんとかねゲーム自体は進めていけるんじゃないかと思っています。今回のパーティーはこんな感じですね。今僕がですね、ダークホーンがレベル17クールタイプ、そしてバンシー、これはあれですね、事前登録でゲットできる SR、 今レベル29のクールタイプ、そしてムスペルがレベル17クールタイプ、そして人魚ですか、レベル20のブレイブタイプということで、この4人でね、今ちょうどボスを目指してやっているところです。最後の月は拝めたかい。さあ来ましたね、ボス。結構強そうなんだよね。推奨レベルはいくつだっけ。ちょっとねギリギリ感がありました。今はね倍速にしていますね。結構ね攻撃アクション長いので、このゲーム倍速と倍速じゃないのがね切り替えれるようになっています。さあ悩んでますね。まあこれでも悩んでもしょうがないんで、まあノーマル攻撃もしくは何か攻撃していけばいいんじゃないかと思います。結構ね最初のうちは確かに悩んじゃうんだよね。うまく、まあ、今回のパーティーには回復系の技を使うメンバー入れていませんが、通常のステージ進めるときはね、どうだろう、回復を1人入れてった方が僕がやった感じだとスムーズに進めれるかなという感じでした。結構このゲームグラフィックがすごく綺麗だなという印象ありますね。まあ作ってるねスクエアエニックス自体も、これがスマホロールプレイングゲームの完成形だとまで言い切ってるんで、結構ねこの辺り考えて作られているんじゃないかと思います。さあ報酬ゲットしていきましょう。レベルも経験値を稼いでレベルも上げていきます。さあステージ G いきます。こちらもマルチプレイでいきたいと思います。ちょっとね僕のねまだあまり育っててなくてレベル17ぐらいなんでね、ちょっと厳しい感じはありますが、やっていきましょう。ゲーム自体は結構操作が簡単で、まあさすがスマホ RPG の完成形というだけあって、このあたりはよく考えているなという感じしますね。まあスクエアエニックスなんで、ファイナルファンタジーとかドラゴンクエストで、このあたりはもうお手のもんというかね、慣れている感じがしますね。ドラゴンクエストタイプで、コマンド方式ですね。自分のターンに来たらコマンド入れてやって、まあ、バトルを進めていくという感じです。ただねこれ自動っていうのもあるんだよね。自動にしておくと本当オートでバトルは勝手にコンピューターが進めていってくれます。まあ、ただね、ちょっと癖があるんで、強い敵とかボスの時は自動じゃなくて自分でコマンド選択した方がいいかなっていう感じはありますけども、まあ自動でもね十分バトルを進めていけるという感じでした。まあ両方選べるっていうのがいいよね。自動だけだと物足らないっていう人もいるだろうし、そういう人はねこうコマンド選んでバトルを楽しんでいけばいいんじゃないかと思っています。まあ、初心者の人はね本当自動です、しかも倍速で進めていけばゲーム自体はねポンポンポンとスムーズに進めていけます。そしてバトルだけじゃなくてシナリオもね、なかなかさすがスクエアエニックスということで、シ
ストーリー性がかなり凝っているなという感じがしました。結構ねキャラクターボイスも豪華で、そのあたりの演出もねすごく楽しめます。さあ報酬ゲットしていきましょう。なんとか倒すことができました。さあどんどん進めていきましょうか。あとはねこのコインを貯めてガチャが引けるんだよね。そのあたりはやっぱりスマホのゲームだなという感じです。基本プレイ無料なんでこのあたりで課金してくるんでしょう。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。